港区立西南小学校は東京都港区南青山4丁目にある公立小学校である。西南小学校と神宮外苑や赤坂方面の高層ビル群、明治時代以降、青山は召喚や官僚などが居住する地域として大きく変容するのに伴い、隣接する青山省の児童数も急激に膨張、そのため1906年に 青山省の一部の児童を引き取る形で創立された。そうした地域柄もあり、進学熱はこの頃より高く、文京区の重行省などと並び、府立一中や四中など上級学校への進学率が高い学校として知られていた。 この頃より越境入学生も後を絶たず、1921年着人の下川氷二郎校長の時代以降の戦前において上級学校を目指して、震度別授業を展開していた時期もあった。1931年、中村草人が母校の西南小学校を訪ねた折、り、古雪や明治は遠くなりにけると読んだ。その区比が現在、学校正面玄関前に立っている。 戦時中の逸話として、山本五十六が戦死した際、皇帝にて海浮かばの大合唱と共に、その子女らが在学中、またかつて通っていた関係で、他校が著名な召喚がなくなると解消したのにならい、一時、山本国民学校と解消する案が出て、真剣に討議されたこともあった。戦後も、東校からの青山中学日比谷校への進学コースは、 いわゆる番長賞、工事町中学コースになぞらえて、東大へ進学するエリートコースとされたこともあった。いわば公立賞を参加として、番長、白金、青南などとか、ように歌われたこともあり、港区内では現在でも白金賞や赤羽賞などと、並び、学区外からの越境通学者が多く、また著名人の指定も見られる。2006年に創立100周年を、 また、2016年には、創立110周年を迎え、創立記念日の11月18日に記念式典が行われた。公立学校選択制以前であれば、卒業後は、近隣の港区立青山中学校や港区立高領中学校へ進学することになるが、例年、国立、私立中学、加えて都立中学を受験する生徒が極めて多く、港区内では、 発金賞などと並び、いわゆる難関校への合格者も多い。電車バス、ありがとうございます。